こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、ではミキシングをしていきます。タッパーの方に水分ですね、レーズン酵母 30g、 お水 95g、 コントレックス 20g が入っています。袋の方にはね、お塩を含むお粉類がね全部入っています。こちらを一度よく混ぜていきましょう。はい、しっかり混ざりましたら、こちらの粉類をタッパーの方に入れていきます。タッパーに入れましたら、ゴムベラで粉気がなくなるまで混ぜていきます。粉類の方のね、材料を説明していきます。イーグル強力粉です。 120g、 リスドール純強力粉、フランスパン専用粉って言われてるやつですね。こちらを 20g、 コーングリッツ 20g、 ライ麦粉 20g、 マルチシリアル 40g、 お塩 3.5g が入っています。はい、ひっくり返して粉気をね、確認していきましょう。粉気が残っている時には生地を広げてあげて、水分のあるところを出してお粉にくっつけるような感じにしていきましょう。まだちょっとありますね。もうちょっとだけやっていきますよ。粉気がなくなりましたら、ゴムベラに生地を引っ掛けて持ち上げて生地を伸ばしてあげます。こちらをまず5、6回していきましょう。今回ね、いろんなお粉が混ざっててグルテン少なめなのでね、ブチブチ切れますが気にしなくていいです。5、6回とにかくやっていきましょう。5、6回やりましたらね、一度生地をまとめてあげます。はい、そしたらタッパーに蓋をして室温に20分置いておきます。はい、20分経ちましたので1回目のパンチをします。先ほどと同じようにゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます。さっきより少しね、生地が伸びるようになりましたよね。丁寧にゆっくりね、持ち上げていきましょう。切れちゃっても構いません。こちらをまたね、5、6回やっていきます。やっていくとね、どんどん生地が重くなっていくんですよ。はい、そうしましたらまた室温で20分置いておきましょう。はい、2回目のパンチをしていきます。先ほどと同じようにやっていきます。ゴムベラにしっかりね、生地を引っ掛けて持ち上げていきましょう。まだちょっと切れやすいですね。でもね、いい香りがするんですよ、この生地。ミキシングの時のね、生地のね、香りもね、感じながらね、作業してみてくださいね。伸びるようになりましたよね、少し。生地がね、ちょっと重たく感じるかと思います。こちらも5、6回やっていきます。生地を平らにしていきましょう。で、この後ね、発酵させていきます。だいたいですね、1.8 倍から2倍になるまで室温に置いておきましょう。はい、だいたいですね、1.8 倍から2倍ぐらいになりましたので、冷蔵庫に入れておきます。今まで室温で発酵させた時間と冷蔵庫に置く時間、合わせて17時間から24時間置いておきましょう。はい、17時間経ちました。結構膨らみましたよね。はい、そうしましたら成形をしていきます。生地のね、表面に打ち粉をしていきましょう。打ち粉はね、リスドールを使っています。べたつかないようにしっかりしてあげましたら、カードを使って生地とタッパーの間に隙間を作ります。タッパーをひっくり返して自然に落としていきましょう。はい、上の部分にもね、打ち粉をしっかりしていきますよ。綿棒で伸ばしていきます。べたつくところがあるとね、綿棒にくっついちゃいますので、しっかり打ち粉をしましょう。 30×30 のね、四角に伸ばしていきましょう。厚さをね、均等にしていってくださいね。もし綿棒に生地がくっついちゃったら、カードを使ってね、丁寧に取ってあげてください。で、綿棒についてしまった生地と傷んでしまった生地にはね、打ち粉をしてあげるといいです。大きく伸ばそうとすると、端っこばかりね、伸ばして真ん中が厚いことがありますのでね、しっかりね、真ん中から伸ばすようにしていってくださいね。そしたら生地全体に生ハムを並べていきます。奥1センチは乗せないようにしていきましょう。
まんべんなくね、広げてあげるといいですよ。もうこれだけで美味しそうですよね。うん、ちょっとここに隙間があるのでハムを移動していきますね。はい、次にクリームチーズを伸ばしていきましょう。伸ばしやすいように少し室温に置いといて柔らかくしてから使っていきましょう。一箇所にね置くんではなくって、なるべくねいろんなところに置いといてあげた方が伸ばしやすいです。もうね伸ばすの大変だろうなって想像ついちゃいますよね。はい、少しずつ伸ばしていきます。チーズのね表面を広げるような感じでやっていくといいですよ。パレットナイフをお持ちはない方はね、バターナイフだったりとかスプーンのね背を使ってあげると伸ばしやすいと思います。なるべく全体的に均等に伸ばしていきましょう。美味しそうですよね。贅沢な組み合わせですよね。このパン生地がねどんな味になるかね想像つかないかと思いますけれども、この組み合わせを見るとなんとなくお酒に合うパンなのかなって思いませんか？これ、ね、白ワインやねスパークリングワインなんかとね一緒に食べてほしいですね。はい、なるべくね全体的に広げていきましょう。生地に塗ろうとすると生地がね結構ね引っ張られちゃうので、生地に塗るというよりかはハムの上にね塗るような感じで広げてあげるといいと思います。だんだんねチーズが柔らかくなってきたので伸ばしやすくなってきました。そろそろこんなもんでいいですかね。はい、そしたら今度はカードを持って巻いていきます。まあね、巻くというよりかはパタパタパタと折っていくような感じでやっていきましょう。カードをね使いながらねやってあげると作業しやすいです。はい、最後は一つ手前の生地とつまんで貼り合わせちゃいましょう。閉じていきます。そうしましたら閉じ目を下にして一度ね置き直してあげてください。で、周りにライフレーク、押し麦ですね、置いてあげましたら、その上でコロコロコロと転がしていきましょう。生地の周りに貼り付けていきます。もしね、打ち粉をね、つけすぎちゃうと表面が乾いていてライフレークが貼り付きません。その時には生地にね、少しね、霧吹きでお水をかけてあげるといいかと思います。かけすぎるとね、すごくベタつきますので、あまりね、かけすぎないように気をつけてもらって、ライフレークをしっかりと貼り付けていきましょう。ライフレークがつきましたら6等分にしていきます。まずガイドラインをつけてから分割していきましょう。カードだとね、切りにくいんですね。生ハムを使ってますので、ちょっとね、カードだと切りにくいので包丁使ってね、カットしてあげるといいと思います。カットした面を上にしてアルミカップに乗せていきましょう。アルミカップは8号です。生地を乗せた後にね、形を整えてあげるようにしましょう。少しね、生ハムがね見えるような感じにしてあげるとねいいと思いますよ。焼き上がった時にね、あ、これ生ハム入りなんだって思うとね、ちょっと贅沢な感じがすると思うので、作った本人はわかりますけどね、食べる人ってこれなんだろうと思っちゃうので、ね、少し生ハムが見えるようにしてあげてください。この後最終発酵に入るんですけれども、35度で45分です。で、途中ね、オーブンに余熱を入れていきましょう。天板を入れて250度に余熱を入れていきます。室温で発酵させる人の発酵完了の目安は、指で生地の、ね、横を押してみてください。ゆっくり戻ってくる、指の跡がつく形になればもう発酵完了です。はい、発酵させていきます。はい、発酵完了です。生地の厚さがね2倍ぐらいになってれば OK です。じゃあ焼いていきます。オーブンを220度に下げて5分焼きます。その後さらに190度に下げて8分焼いていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、
焼き上がりました。出すときには気をつけてくださいね。こんな感じに焼き上がっています。見た目ね、地味なんですけれども、とても美味しいパンなので、ぜひ皆さんにも作ってもらいたいです。ではまた。